官車トーマス、トーマスとモラルというお話。突然トーマスのブレーキが効かなくなった。きっと整備士が点検を怠ったのだろう。このまま全速力で走り続ければ大きな事故が起きてしまう。ほどなくしてトロッコ問題に直面した。このまま直進するか右折するかの2択。もし直進すれば線路の上で作業している5人の作業員が犠牲になってしまう。もし右折すれば1人の作業員が犠牲になってしまう。暴走に身を委ねて直進し5人の命を奪うか、自らの意思で右折し1人の命を奪うか、多くの人が迷うこの2択。トーマスは右折することを選んだ。おかげで犠牲者の数は最小限に抑えられた。人とぶつかった衝撃のせいか一時的にブレーキがかかるようになったので、すぐさま急停車。トーマスは初めての人身事故だったのでしばらく放心状態だった。人間に体当たりする快感を覚えてしまったトーマス。さっきの分かれ道のところまで戻って、次は直進。残った5人も始末した。それでも物足りなかったトーマス。ついでにそこら辺の民家に突っ込んで追加で3人葬った。このお話の出演はトーマスでした。